1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？6月10日、歩行者天国の日。1973年6月10日、日本で初めて大規模な歩行者天国が実施されたことにちなんで制定された記念日。この時行われたのは、東京銀座から上野までの 5.5 キロで、当時は日曜遊歩道とも呼ばれていました。ちなみに日本の歩行者天国は1970年8月2日に都内の銀座、新宿、池袋、浅草の各地で同時に行われたものとされています。夢の日。夢の中という意味の夢中の語呂合わせと、夢が叶うの叶うの字に漢数字の10が含まれていることから、神奈川県に住む女性が6月10日に記念日を提唱。夢の実現に力を貸してくれた人に感謝し、自分の夢について考える日とされており、夢中になれることが少ないこの時代に、このような機会を作ろうとすること自体が素晴らしいとの多数の声が寄せられたことから、記念日に認定されています。2022年最後の大吉日。暦をもとにした占いや風水学などでは、なすことすべてに恩恵を授かる極上の吉日とされる天赦日と、何か始めた行いが成果として実を結びやすく金運にもいいとされる一粒万倍日がありますが、この2つの重なる日がその年によって2日から4日だけあります。2022年は1月11日、3月26日、6月10日の3日間です。天赦日と一粒万倍日が重なる最も縁起のいい大吉日となっています。そのため、何か新しいことにチャレンジする、生活習慣を改める、財布などを新調する、宝くじを購入する、気分をリフレッシュするなど、最も適した日とされています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。